はい、じゃあ今日はちょっとね、商品紹介したいと思います。今日はね、これゴールデンウィークでね、結構暇だったんで、一人で練習できたりとか、あと室内で練習できるような、なんかこういうボールにくくりつけるね、ものを買ってみました。ちょっとこれをみんなに紹介したいなと思います。今腰にくくりつけてます。で、なんかね、重りのあるやつに、柱とかに、くくりつけても結構大丈夫でした。ちょっとやってみますね。映ってる？映ってる。ですけど、いきます。こうやって蹴ったら戻ってくる、蹴ったら戻ってくるような感じの、結構早く来るね、これ早い。ちょっとそっちに向かって蹴ってみようか。やるる。うん、結構早く戻ってくる。コツつかむといい練習になりそう。インサイドキックのこのぐらいの速さで練習できるから、いい感じかもしれないね。あと、まあキーパーの人とかだったらパッドキックドーン、パッドキックドーン、戻ってくるっていうのが、まあ、家の近くの、例えば少し広いところ、広場だったり、ちょっと道路のところでも簡単に練習できるんじゃないかなと思います。ちょっとみんなもね、試しにやってみてください。さあ、思いっきり蹴ったら紐は切れるんでしょうか。おっと、まだ切れませんね。さあ、足が絡まんないように。いいよ、いいよ、いいよ。これなら家で、広ければ家でできるし、ちょっと家の前の道路とかで練習できるかもね。いいよ、そうくん、いいね。一人練習には向いてるかもしれないね。いいよ、いいよ。でもなんかだんだんキックがずれてるから左に行っちゃってますよ。まっすぐ蹴って、まっすぐ、そう、踏むな踏むな、そうそう、あ、いいね、いいね、いいね、オッケー、いいね。はい、じゃあ前回紹介した、じゃあリバウンド君も、もう一回やってみたいと思います。これももうゴールデンウィークね、もう家の中で置いて、もうずっと一人で練習して、結構ね、時間忘れるぐらい、もうちょっと裸足でやったらここちょっと赤くなっちゃうぐらい、結構楽しかったです。じゃあちょっとこれもやってみたいと思います。どんな感じか。少しライナーで蹴るとふわっと返ってくるっていう感じ。これもインサイドの浮き球、みんな苦手だからね、こういうの。こういうのが、まあ、100回連続ぐらいでできるといいなと思います。インステップもやってみようか。インステップ結構リフティングできる人でもこれができないよっていう人多かったから、やはりね、ちょっとリフティングとは感覚が違うのかな。コーチはできるんだけど、ね、あとももで、おお、っていうような練習もできるんじゃないかなと思うんで、ちょっと家でね、練習してみてください。じゃあみんなも久しぶりにやるか。あ、リバウンド君に当たってもなかったぞ今。もうこれできない人はリバウンド君買って練習しといてください。OK。さあ、お、ミスターリバウンド君が来たね。さすがミスターリバウンド君。お、うまいね。うまっ。 OKOKOK、 うまい。お、リバウンドちゃんが来たね。あー、おー、うめえ。おー、やっぱこの練習はみんな楽しいみたいですね。なんかトイレから戻ってきたらやってましたね、みんな。さあ、決めれるか。おー、ナイス。
おお、うまっ。はい、じゃあね、もし1人で練習したいなっていう人がいたら、このね、リバウンド君だったり、あとこれ、このボヨヨヨンってやつは、これ結構安かったね。これね、2000いかないぐらいだったかな。2000円ぐらいか、結構こっちはリーズナブル、こっち8000円ぐらいするんでちょっと高いですが、あのこれよりもうちょいちっちゃいバージョンがね、5000円ぐらいで売ってるんで、もしよかったらね、皆さんもこうやって一人で練習できるようなね、アイテムを買ってみてください。以上です。ありがとうございました。